こんばんは、七原修衛です。こんばんは、ブリ大根かけるです。はい、この前のマリモさんからアコレートもいいとも、よろしくお願いします。お願いします。見てくれてます？いやもうめっちゃ見てますよ。え、ほんまに？なんか俺結構そういうの見てくれてへんと思ってんけど。マジっすか？うん、あでも僕基本的に他のホストさんのはほぼ見ないんですよ、うん、自分の店の子以外の。ほうほうほう。でもまあ修也さんってもともと仲良くしてもらってるあるし、うん、あとレッドの子とか結構出してもらってるじゃないですか。ああ確かに。なんで見ますね。ああそれは、はい。しかもレッドの子やっぱり山田とか椿レイはもう絡みすぎてるからあんまり伸びひんねんけど、はい、山田も見たいの。すごいっすね。やまれたら僕は今日めっちゃ嫌なんですよ。いや日本一のプロデューサーでしょ自称あれずるいねと思ってますよ。いやいつもなんか思い出てなんか楽しみでした僕は。あります。全然僕とは違う生き方してる人なんですごいなと思いますいいですか。お願いします。なんでブリ大根かけるはその源氏名なの。僕の源氏名、僕でも元々、うん、超かっこいい名前ですよ、うん、美しいに空って書いて美しいに空、うん、に空え？で、ショーでかけるだったんですよ。あ、みそらかける？はい、みそらかけるっていう名前でホストやってて、うんうん、6年ぐらい前ですかね、うん、に当時の女の子で、うん、まあそのお金を結構使えそうな、うん、まあ今の時代で言ったら300万ぐらい使う子って結構、うん、ザラってたらおかしいですけど結構いるじゃないですか。今はいるね、うん、でも当時っていなかったじゃないですか。いない。そんな子いなく時代に3、400使えるみたいな子がいたんですよ、うんうん、で、まあ、使ってほしいから、うん、まあ、固めようかなって思ったら、うん、俺に色恋されても、うん、なんか嬉しくないね、うん、言われて、じゃあどうしたらいいのって言ったら名前変えろよって意味わかんないこと言われて、うんうん、名前変えたら金使ってあげるって言われて、うん、まあ僕単純なんでお金欲しかったんで何がいいのかなって話になって、まあ、何個か言われてサバの味噌煮とか肉じゃがとかもふざけた名前何個か言われて、うん、そのうちで一番語呂が良くてかけるって使って、うん、まあ、うまくやれそうなのがブリ大根だったんですよ。あ、そうなの。本当ただそれだけの理由で変えて、うんうん、まあでも結局オチを言うとその女の子はまあ色恋嫌だって言いながらよそのホストに色恋されてそっち行っちゃったんで、あ、じゃあそれでその子キックでつけたけど結局おらんくなったんや。結局300万どころか3万円ぐらいしか使わなかったんですでも結果良かったよね、はい、まあそうっすね。なんかそれ最近そのなんか結構名前について聞くんやけど、はいはい、ブリ大根かけるってまあまあふざけてるやん。そうです。だってレッドに面接来て名前何ってブリ大根って言ったらふざけんなよと思うよ帰れって言います、ね、言うよね、はい、普通は。ちなみにその一番初めの人、はい、28年前にそういうふざけた名前を一番手につけてんのがマリモさんなんだ。へー。このまま撮影したらマリモさんはたまたま喫茶店で、はいはい、その喫茶店がマリモって言ったし、だからマリモにした。めっちゃウケるっすね。やばいよね、はい、でもう一人いるよ大阪でニャンニャさんって。あ、いますふざけてるよね。たまにいるやん、マネする子いますね。ブリ大根のマネしてそういう名前つけたりするけど、はい、みんな滑んねんよ。ブリ大根が走りすぎてるよね。でも当時で言ったら本当、うん、変わった名前つったらやっぱ熊の先輩ぐらいでしたね。俺は結局大阪やったから。ああそうですね。にゃんにゃさんやったり。にゃんにゃい、ふざけてるよな。やばいですね。しかもあの人猫じゃなくて犬かって言われて、今ブランディングうまくできてますよね。すごいですよね。本当にもう昔からの先輩なんで、はい、10年前からのすごいねと思って。その最終がブリ大根かも。最近おらんくない。レッドの子一人いるんですよね。誰に？豚角煮くん？あ、豚角煮は、プリズムですね。あ、プリズムなんや。で、あいつは元々の友達で、10代からの普通の友達で、うんうん、まあ、元々別の店で働いてる時に、うん、なんかそこの前働いてたお店の社長さんと豚角煮と一緒に飲んでる時に、うん、なんか僕のこと気に入ってくれたノリで、うん、お前も名前変えろよ、ユウみたいな、うん、豚角煮ユウって言うんですけど、うん、で、その場でお前デブだから豚角煮じゃんみたいな感じになって豚角煮が生まれたみたいな。かわいそうじゃないあの子もブリ大根のせいでかすんでるよ今じゃ女房役っすからねプリズムで僕のブリ大根のせいで隠れる豚角煮。どうなブリ大根かけるがホストを始めたきっかけを教えてください。きっかけはでも特にもうできそうなこと他にもなかったんで、うん、もう、まあ、お金も必要だったし、まあ言ったらノリですよね完全に、うんうん、ノリで始めて、まあ、今まで来ちゃいましたよね。うんうんうん、はい。なんかノリでって初めてかも。なんか僕だってやばいですよ。最初何が欲しかったかっつったら、うん、あの今でも覚えてるんです。お給料いくら欲しいですかって書くじゃないですか、うん、珍しい、うん、最低保証を1万円計算して、うん、まあ、25日働いたら25万じゃないですか、うんうんうん、みたいな感じのことを書いたんですよ、うんうん、で最低保証をもらいに来たんですよホストクラブに、うん、100万円とか思ってもなかったです
あ、そう。それぐらいのレベルですね。7000円の店もあれば、うん、1万5000円って書いてある店もあったし、いろいろあったんですけど、うん、一番働きたいなと思った店に電話したら、多分ノリが結構多分チャラかったんですよね、僕の電話のノリが、うん、電話で断られて、うん、そのお店さん今でもあるんですけど、うん、まあまあ有名なお店なんですけど、うん、に断られて、知り合いがいるお店で入ったみたいな感じなんで、まあ7000円でしたね。僕もニートの頃レッドに電話したらチャラかったんです断られましたよ奈良原と申しますって面接お願いしたいんですけどって切られた。ガチャって男行きやがれあれやったよな、あれあれは多分京介ですねホストで何が一番辛いですか、かっこ本音で。プレイヤーの時は僕お酒がめちゃめちゃ弱いんで、うんうん、ほぼ飲めないんで、うん、まあ今の時代って飲まなくてもやってきる時代じゃないですか。でも始めた時は、まあ、飲まないなんて選択肢はもちろんない時代じゃないですか、うん、なんで毎日潰れて、うん、起きたらもう10時ぐらいとか、うん、もう一人でトイレでこうなってたりとか、うんうん、だったんで、それがもう辛かったですよね、何よりも一番、うんうん、プロデューサーになってからは問題児たちじゃないですかね、やっぱでも俺日本一のプロデューサーって、はい、まあ言ってるやんか、はい、何が日本一かって言ったら、俺も当然プロデューサーやったし、はい、その代表やったと思ってんけど、はい、あの問題児をまとめるのが一番大変やん大変やし、問題児に対してこう正論ってなかなか伝わらんから、はい、で1回で伝わんないよね、何言っても10回100回言って伝わる、分かってくれるやん、はい、でも10回100回を伝えてる間にいなくなる子がいるやん。そうです、ね、あれがちょっと俺はね、はい、そっち側かなと。好きやんね、問題出すの。あ、男の子たちですか、うん、あ、なんか、うん、正直僕かなりなんか、まああの渋谷さん僕のこといじりますけど、性格が強いんで、うん、めちゃめちゃ、まあでも今結構丸くなったじゃないですか、相当。いや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 俺だってもうどんだけレイから愚痴聞くか最近減ったよ最近めちゃくちゃ減ったけど、はい、いや昔は武田さんがどうこうでみたいな話ずっと聞いてたよ、おいこらーとか言ってた俺の前ではこんな感じだし、多分先輩方の前ではこんな感じだと思うんやけど、すごくてほんまめちゃくちゃ切れんやろまあそうですね、普段が、あ、でも従業員にも出勤した時とかもこんな感じですよ、うん、緩めな感じでおはようみたいな、うんうんうん、ただもうパーってお店の中見渡して、うん、ちょっと舐めてるやついるなと思ったら、うん、あの肘ついてるやつがいたら、あ、トン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 みたいな、うん、ちょ来てみたいな、うん、でダダダダダって裏連れてって、うん、まあ、そっからはもうその子はもういい子になる時間ですよ、ね、いやすごいって思うんが、アメとムチじゃないけど、はい、怒り方上手やね頭とか僕良くないんで、計算とかなしにもう真っ向勝負で、うん、え、ほんま？結構計算して自分 の, あのストーリーをあの描いていくっていう話を聞いたのに、俺は計算じゃないからその場行けたり、はいはい、ばったりで毎日全力でやってるから、たまたまいい活路が見えてくるみたいなタイプだから、全然生き方が違うの。怒る時も俺その時に怒るし、はい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 、そういう計算してなんかいい子の時間とかそんなないんよねノリとタイミングで言っちゃう俺と。あ、え、計算っていうか僕はもうでも思ったこと言わなきゃダメなんで、うん、もう呼んで言って、うん、もうあれですよね、バーって真っ向勝負で言うのは、うん、その中にも今だなっていうタイミングとかは絶対的にあるんですよ、うん、自分の頭の中に、まあ、今か今じゃないかっていうのがあって、その子の例えばメンタルとか、うん、モチベーションとかが、まあ、大前提、多分そこが多分言う、うん、まあちょっと計算だったりとか、うん、まあ、多分人がまあ言う人によって自分で言うのあれですけど、まあ、ちょっと頭いいねって言ってくれる人とかもいますけど、うん、多分空気を読むみたいな感じだと思います、うん、顔色を読むっていうんですかね、ただ顔色にまあ被せちゃいますけどね、うんうん、結構ぐらいですかね。多分ブリちゃんってさ、はい、従業員に脇がおったらさ、はい、お前脇臭いよって言えるよ言えますよ、言えるやんね、俺言われへんかやっぱり、言わしちゃうから言ってって、俺意外とそういう心のなんていうのダメージ考えちゃって嫌われるの嫌いから、はいはいはい、誰かに言わせる、わあいつ脇臭いから言ってきてやつって、え、マジですかって言って、はいはいはい、そう言える子に言わすんよ、言えるやん、俺言われへん、山田に脇臭いって言える言えるやん言えますね、俺言われへん、ああ、山田は言えるかも、はい、山田は脇臭いよって言えるわ。でもなんか、うん、僕もともと本当に人に言うのとか別に好きか嫌いか言ったらもちろん好きじゃなかったんですよ、うんうん、嫌われるのを好む人っていないじゃないですか、いないね。ただ一番上に立たせてもらった時に、うん、まだ25から6になる時で、うん、まあ、まだ気持ち的に怖いもの知らずというか、うん、だったのもあるし、あとは正直その頃とかもっともっともうすごい男の子たちいっぱいいたんで、うん、結構ぐちゃぐちゃな店だったんで、うん、それをまとめるって考えた時に何ももう考えるのやめようと思って、まあ、思ったこと全部そのまま真っ向から言っちゃおうとか、うん、って思って言いましたかね。
俺は正直なんかそういう生き方もかっこいいと思ってるし、はい、いや本当にね、なんかそのいやなんかあの生き方が違うから、はい、本当になんか俺の方がちょっと波乱万丈だと思うけど、いろいろありまして、リアルですね、いろいろありまして波乱万丈ないけど、はい、ブリ大根が走ってくれてるから俺も負けじと走れるみたいな、なんかみんな走ってくれてるやん歌舞伎の人間って、違う形で俺は走ってるけど、はい、なんかしら俺はなんか何年かに同じ土俵じゃないけど、いけたらいいなって僕は尊敬します。寂しいけど、いやいやいや、ブリ大悟さんの過去一ヤバい従業員、いい意味でも悪い意味でもやっぱ椿霊、柚木、ノア、山田北斗じゃないですかね、もう3人がトップ3ですね、トップ3ですね、この3人なんよ、はい、でも彼らも確かにだいぶ丸くなった、そうですね、だいぶレイとか初めの頃もとがり散らかしてたよ、とがり散らかしてたけど、そうですね、今なんか酔っ払ったら崩れないけど、はいはいはい、お酒のコントロールができるやつと思われて、あ、でもそれですね、あと大人にやっぱ本当になりましたよね、うんうん、出会った時二十歳とかだったんで、うんうん、正直誰に一番思い入れというかあるかって言われたらやっぱその3人挙げると思うんですよ、で今回北斗が独立するのも寂しいし、うん、まあ、レイとノアとかに対しての思い入れとかもめっちゃ強いんで、うん、手のかかるやつほど可愛いっていうか、逆にその問題児たちの、はい、一番手にかかったエピソード何、一番一個だけ、3人のうちの、まあ、誰とは言わないですけど、うん、めっちゃ外で喧嘩してくるやつがいて、ほうで朝6時とかに僕家で寝ようかなと思ってたら、うん、男の子たちから電話かかってきて、うん、やばいですみたいな、したらもうサイレンの音とか聞こえて、うん、速攻でもスウェットで行ったらもうなんかすごい警察いたりとか、うん、そういうことかっすかね、あ、大丈夫よ、俺あのオゾンの前のパーキングあるよ、はいはいはい、あそこで喧嘩してるから完全に俺悪いよ名前絶対隠せよそれはやばいっすよ、あれが一番俺の過去一問題じゃったちゃんと俺はね、20代全部問題じゃったから、あー、ほんとそうっすね、ずっと問題じゃったから、そうっすよね、問題児って生き切ったら問題児に対してすごくあったかい目で見れる、あー、もしレイとか店やるとしたら、はいはいはい、問題児にあったかい目になれる、で山田とかもすごいあったかい目でやる、はいはいはい、もう自分見てるみたいだから、それは本当にあると思いますね、接し方が、なんていうの、そうガッて言わずに同じ目線に入れるみたいな、はいはいはい、あ、俺もお前と同じ経験したことあるからこうやったらダメだよって教える、うん、問題児歴俺10年やったから日本一のプロデューサーって何をしてるんですか、僕っすか、ふざけてんじゃないですかねふざけてるでも、普段ですか、店の中ですか、うん、日本一のプロデューサーっていわゆる何をする人なんですか、店行って、うん、男の子たちと一緒にふざけて、うん、酔っ払ってファーッつって日常終わりじゃないですかね、うん、なんか、俺すごいなと思う本当に本当にすごいなと思うのが、はい、流行ってる店って、はい、チンポ出すのにこれは俺、いつも自存でいつもはい、はい、言われんのよ、出すなよ、脱ぐなよって言われるんだけど、はいはいはい、いやいやいや、見てみろってレッドは脱ぐぞってで、走ってくれてるから、はいはい、俺も言い訳でやりやすい、あー、え、渋谷さん出します、出しますよ脱ぐってホストの原点かなって、今はもうでもレッドで混むようになったんで、うん、出さないですけど、しかもあんまりあれなんで、うん、ただ、プリズムだったらバリバリ出しますよ、うん、バリバリ出すし、まあ男の子たちとかにも、うん、行っちゃおうよみたいな感じになるし、うんうん、まあもともと渋谷さんとかが飲みに来てくれてる頃、レッドとかだったら、うん、僕ヤバかったじゃないですか、ビキに来てたこととかあるじゃないですか、あったね周年かなんかでしたっけ、うんうんうん、ビキニかなんか来てたりとか、もう全然そんな感じでしたよね、常になんかビキニ着てたね、そういう子、まあ、あとはなんかいつもマイベロの格好してたりとか、うん、なんかもうその目の前の人を楽しませるっていうのだけに命がけでやってきたんです、そこだけはほんまに一緒やから、はい、俺もしかしたら働いたら共鳴するかもしれない、はいはい、あー、仲良くできそうですね俺昨日先輩方と6本目飲んでんけど、はいはい、2時間フルチンやってる2時間フルチンであっち向いてほしいすげー、指より先に揺れるからねこうなりますよ指より先に、はいはい、そういうことやるから、本当に俺は大事と思う、脱ぐの元気やと思ってる、はいはい、ホストの脱がなきゃホストやめろって言うのだから嫌がる女とかもいるじゃないですか、そういう場合どうしてます、でも出した方がいいなっていう時どうしてます、一回やったのが、はいはい、トップダネの日に、はい、とあるこのバースデーやったんか、はいはい、その時にめっちゃ脱いでシャンパンコロしてたけど、はいはい、フルチンでシャンパンコロしてたら女の子面白くて、はい、面白いもう一本もう一本って言うやんもう一本入っとるやんけみたいな感じ でそれでもういっぱい入ったんやけど、そのおかげで100万ぐらいって、はい、20、30万の会計、はいはい、もうすごい俺からしたらヘルプやったとか、はいはい、どうやんその向かい側の席で女の子、はい、あんなの見たくないってゴミいやあるじゃないですか、ある
僕結構ソチンなんですよ、うんうん、ソチンなんで、ちょっと笑ってください。ソチンで出せるって変だろ。ソチンでも、ソチンだから多分出せるんですよ、うん、僕が標準的だったら多分何も面白くないんですよ、うんうん、やっぱりなんかちっちゃいから、うん、ウケるって逆になる。僕本当にチンコちっちゃくて、うん、普通だったらあーってなる人いるかもしれないですけど、うん、僕多分この仕事やってなかったら、あ、なんで俺チンコちっちゃいんだよって落ち込むと思うんですけど、ちっちゃくて得したなって思うぐらい笑いに変わるじゃないですか、うん、あ、なるほどね。なんで、まあ、もうポジティブすぎて頭おかしいんですけど、チンコちっちゃいのもまあ得だなと思って、だいたい嫌な顔されたらここにこう隠して隠して女の子って言っとけばだいたいいけるなっていう。そっち側でなんか男から女とか言ったらだいたいいけます。なるほど、はいはい、返してもらう気もしてんねや。あ、そうそうそう、あ、なるほどね。もう嫌な顔されたら隠しちゃえば、うん、こじゃないですか。確かに最近それさ、俺家で来てるんやばい。女の子からバレンタインデーに入学でもらったよ、はい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 、面白い、こうやってやっててもらったよ。いや、女の子になれるわ。なれるそう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 、だからたまたまね、はい、そういう感じで俺脱ぐやん、はいはい、ドープかなんかっていうバーあるやん、はい、歌舞伎町の。あで、はい、言ったら女の子キャーキャー笑ってくれて、はいはい、もう試合が面白いみたいな感じで言ったら、ね、はい、向こうの方でもなんかキャーキャー聞こえんねんか、はい、面白いみたいな、もっともっともっとみたいな、はい、なんか誰やろうと思ったら山田やって。俺その瞬間入ったよね。あいつ一緒っすね。一緒やんと思って。いやでも最悪やと思って。え、でも多分あいつの山田のことをすごいどんだけ売れても、うん、やっぱ好きだなって思う理由が変わらずに、多分あいつ一緒に脱ごうぜって言ったら脱ぎますから。あ、脱ぐ脱ぐ脱ぐ。そこが好きっすね、変わらないから。あ、ブリ大根のことを嫌いなやつはブリ大根が遊んでる女の子を指名してほしいんだよ。そんなもんないの、あいつらが引用リツイートしてくるようなことって。ぶっちゃけめっちゃ来ますよ正直、うん、DM とかでも、うん、まあそのもちろんホストとか以外もそうですし、うん、結構もう今とかってやっぱもう嫌味みたいなこととかも言われたりとか、うん、めっちゃありますよね。あ、あんねや。